風になびく、樹木風とは、空気の流れのこと、あるいは流れる、空気自体のことである。現代では、気流が、類義語にあたる。風に対して、風が全くない無風状態のことを、なぎという。また、古来、風という言葉は目に見えないものを象徴するためにも、使われる。日本語でも意味深い言葉であるが、日本語以外では、例えばヘブライ語で風に相当し、 竜の発音に似る、RU 空気全体の動きということで、全体的な雰囲気の方向のような意味で、風という言葉が使われる例が多い。選挙において、無党派の風が吹いたとか、逆風が強かったなどという。また、芸術やファッションなどにおいて風というのもこれに近い。風肺型風速計、風を受けて流される、森林火災の煙、アメリカカリフォルニア州吹き流し。 風の吹いていく方向に流れている。現代の気象学においては、風とは地球上の大気の流れを意味している。厳密には地面に対して水平方向の流れのみを指し、垂直方向の流れは上昇気流または下降気流というが、一般的には分けないことが多い。ただ、日常において風は水平方向に吹くことが多いため、風といえば、 普通は水平方向の風を指す。風は風向と風速の2つの要素に分解して捉えることが可能である。風向は0度から360度までの方位で表されるが、通常は16方位で表す。風向に関してはしばしば勘違いが起こるが、風が吹いてくる方向のことを指す。例えば、北東の風は北東から吹いてくる風のことで、 観測者を中心に見ると北東から南西に向かって吹く風を示す。風速は日本では秒速で表すのが普通であるが国際的にはしばしばノットがよく用いられる。また、風速はビューフォード風力階級によって0から12の13段階に分類された風力として表現されることがある。風向や風速は風向風速計によって観測する。 風速計には風灰型や風車型などいくつかの型が存在する。気象学は風を物理量として扱わなければならない場合はこの2要素を用いる。ただ、これは風が水平方向にしか吹かないと仮定した場合の表現であり、垂直方向の風は表現できない。垂直方向の風を表現する際は延直ピース速度というものを用いる。物理学的には 場所による気圧の不均一を解消しようとして発生するのが風だと解釈できる。気象学では風は気圧系努力によって発生すると表現する。気圧の不均一や気圧系努力が生まれる根本的な原因は地球上において場所によって太陽エネルギーの分布が異なるためである。日光の当たり具合や地表の温まりやすさの違いが 島や大陸といった巨大なスケールで存在すると気圧が不均一になり数千キロメートル規模の高気圧、低気圧が生まれる。高気圧からは風が吹き出し低気圧には風が吹き込む。高気圧から低気圧へと流れる空気が風の主因となる。気圧の不均一、気圧系努力が大きいほど風は強くなる。天気図で言うと 等圧線の間隔が狭いほど風は強い。ただ、高気圧、低気圧の風は、長い距離を流れるため、こり折りの力や、遠心力を受けて、回転を伴う風となる。これを地高風、軽度風という。風の回転を物理量として表現する際には、風向、風速では、不十分なので渦旅を用いる。気圧軽度力以外で、風に作用する力には、 以下のようなものがある。その場所その時の風によって働く力や大きさは異なる。風の変化する周期をグラフ化したもの風は常に変化しているが、変化の周期には傾向がある。地域差も大きいが、一般的には低気圧、高気圧の通過といった相関スケール気象による変化が最も大きく、次に季節変化によるものが大きい。 またこれと並んで、風の域と呼ばれる小刻みな風向風速の変化によるものも卓越する。海陸風の影響を受ける地域では、約12時間周期の変化も卓越する。一般的に、強風と呼ばれる風は、数十分数日間程度連続する風速の大きい風を指す。強風の大きさを表す数値としては、最大風速が適している。一方、 突風と呼ばれる風は数秒数分程度の短時間吹く風速の大きい風を指す。このような風は強風の期間中において気流の乱れつまり風の息によって突発的に生じるものがほとんどである。例外的に単発的なものとして竜巻やダウンバースト、積乱雲などのメソスケール気象が主因となって起こる突風もある。 突風の大きさを表す数値としては最大瞬間風速が適している。最大風速に対する最大瞬間風速の日を突風率といい場所ごとに固有の値をとる。普通は1.5から2.0前後となる。天気予報では強風被害が考えられる場合でも主に最大風速が予想されるのでこれに突風率をかけた値の最大瞬間風速が 吹きうると考えて、強風対策に役立てる。突風率が場所ごとに固有の値を取るのは、建物や樹木、地形の影響により風の域が異なるためである。地球の大気循環のモデル風は気候に大きな影響を与えており、風景を基本としたフローンの気候区分という気候区分も存在する。ある地域で特定の期間に最も頻度の高い風向の風を、 卓越風という。地球上の風景は、南北半球ともに3つの区分に分かれ、大気大循環によって、低緯度の熱を高緯度へと輸送する役割を持っている。赤道から緯度30度付近にかけての循環は、ハドレー循環と呼ばれ、赤道付近の熱帯収束帯で空気が温められて、上昇し、高緯度に向けて移動した後、緯度20度から30度付近の和熱帯高圧帯で、 冷却されて加工し、赤道付近に向けて移動する。この地上近くでの風は常に東から吹く、変東風となっており、貿易風と呼ばれている。この循環によって、常に上昇気流が発生する、赤道地方は一年中大量の降雨がある、熱帯雨林気候となり、一方で常に加工気流の発生する、亜熱帯高圧帯の地域は年間の降雨がほとんど、 なないい砂漠気候となっている熱帯収束帯、亜熱帯高圧帯はともに太陽の移動に応じて南北に移動するため上記の日地区の中間の地域に季節によって降雨をもたらし、この地域にサバナ気候及びステップ気候を形成する。緯度30度から60度にかけての中緯度地方では、今度は亜熱帯高圧帯で加工した空気が北上し、 北緯60度付近の亜寒帯低圧帯で上昇して低緯度へと向かう。この循環はフェレル循環と呼ばれ、地上付近で高緯度へ向かう風は常に西から吹くため偏西風と呼ばれる。中緯度地帯の大流圏上層には非常に速い偏西風の気流が存在し、これをジェット気流と呼ぶ。ジェット気流は北緯30度付近を中心に吹く。 アネッタイジェット気流と北位40度付近に吹く、艦隊ジェット気流の2本が存在し、それぞれ前者がハドレー循環とフェレル循環、後者がフェレル循環と北循環の境界に吹くが、特に艦隊ジェット気流は蛇行しやすく、冬の日本上空や北アメリカ大陸東部上空では、両者が合流して吹くため、とりわけ強い気流となる。日本上空にはほとんど常に偏西風が吹いているため、 気団もこの流れに乗って移動し、日本の天気はほぼ西から東へと変化することとなる。緯度60度から極点にかけては、極点付近の極高圧帯で冷却され下降した空気が低緯度へ向かい、赤ん帯低圧帯で上昇して極点へと向かう。この循環は極循環と呼ばれ、地上では東からの極弁当風が吹く。南極においては、 南極大陸の巨大な氷床が存在するため寒気が強く、さらに南極海には北半球と違って巨大な陸地が存在しないため風が和らげられず南極海北部は絶叫する60度と呼ばれるほどの猛烈な嵐に見舞われることが多い。なお、この寒気は南極海北にも影響を与え、クルー50度やホエル40度と呼ばれる暴風圏を作り出す。 このほか、決まった季節になると吹く季節風も気候に大きな影響を与える。大規模な季節風は熱しやすく、冷めやすい大陸と熱しにくく、冷めにくい太陽との気圧差によって生じるため、夏は太陽から大陸に、冬は大陸から海洋に向けて吹き込む。世界で最も大規模なモンスーンはアジアモンスーンと呼ばれ、インド洋から日本にかけての広い範囲に影響を、 及ぼし、特に夏の国書と湿潤をもたらす。長期間一定方向に吹く風によって海面に海流が生じることもあり、これを吹き総流と呼ぶ。インド洋北部海域においては季節風が非常に強いため、季節によって海流の流れが異なり、夏は南西から北東に、冬は北東から南西に風が吹くのに伴って海流もその方向に流れる。このため、 冬季には東から西に流れる北赤道海流が存在するのに対し、夏季にはその海流が消滅してしまう。その代わり、夏季には南西から北東に季節風海流が流れる。また、緯度5度から25度付近の海上においては強力な低気圧が発達することがあり、これを熱帯低気圧と呼ぶ。熱帯低気圧は発生地によって名称が異なっており、北。 太平洋で発生したものを台風、北、大西洋やカリーブ海周辺で発生したものをハリケーン、インド洋や南太平洋で発生したものをサイクロンと呼ぶ。熱帯低気圧は自ら動く力を持たず、周囲を吹く風に乗って移動するため、しばしば中井度地帯にまでやってくることがある。日本周辺においては、赤道付近の扁桃風と太平洋高気圧の関係により、 主に7月から9月にかけて到来し、強風と豪雨によって居住地域に大きな被害をもたらす。各地方にはそれぞれ特徴的な風が存在し、これを地方風という。海岸付近では日中と夜間で風向が逆転することが多く、これを海陸風という。これは日中は温まりやすい陸地において上昇気流が発生し、涼しい海から 海風が吹き込むのに対し、夜間は熱を保った海に冷えた陸地から陸風が吹き込むために発生する。同様に、山と谷の間でも風向が逆転することがあり、これをサイヤ風という。サイヤ風の発生メカニズムも、海陸風とほぼ同じで、日中は熱せられた谷の斜面から、谷風が頂上へと登るのに対し、夜間は頂上付近の冷気が谷へと下っていくことにより、 発生する。湿った風が山を越え反対側に吹き下ろす場合、山を越える際に水蒸気が雲となるため潜熱が発生し、さらに雨も降るため、山脈の反対側においては乾燥した高温の風となり、山麓に猛暑をもたらすことがある。これはアルプス山脈での呼び名をとってフェーン現象と呼ばれるが、アルプスだけでなく全世界的に発生し、 日本でもこれによる高温はしばしば発生する。北アメリカ大陸においては、ロッキー山脈から吹き下ろすチヌークがこれにあたる。これとは逆に、山中の盆地から、寒気が山脈を越え吹き下ろす場合、山越えによっても温度が上昇しきらず、冷たく乾燥した強風となって山麓に吹くことがあり、アドリア海東岸の地方風の名をとってボーラと呼ばれる。 日本においてはこの現象は、おろしと呼ばれ、六甲山から吹く六甲おろしなどが著名である。代表的な地方風としては、蒸気のもののほか、日本では空風、春一番、小枯らし、山瀬、海外ではミストラル、エテジアン、シロッコ、ハブーブ、格好風、ブリザードなどがそれにあたる。大規模なビルの間では強い風が吹くことがあり、これをビル風という。また、 風の吹いてくる方向によってそれぞれ北風、ハエ、東風、西風という呼び方が広く使われる。こうした風向別の呼称は単に方角をつけただけではなく、その風のイメージが付加されることが多い。日本では北風は冷たい冬の風、ハエは暖かい夏の風として認識されている。一般的に地表は地形の影響を受けて風速が弱まり、 風向も乱れが多い。上空に行くほど風速は速くなり、風向も規則的に並ぶようになる。また地表においても、遮蔽物のない海上では、風は強く、摩擦の大きい陸上に入ると、風は弱まる。強風にさらされ続けて、風下に偏って成長した木、ハワイからいにて、強風の被害飛行する動物や滑空、バルーニングするものは、当然風の影響が大きい。 動物の場合は鳥をはじめとして翼を利用して飛行や滑空を行うものがほとんどである。翼は風光に対して水平に避けるようにして広げ、揚力を得る気候である。風のない場合でも翼を広げて加工すれば実質的に風を受けて揚力を得ることができる。強い風は生物の散布に大きな影響を与えることもある。 例えば、日本では夏以降にカバマダラなど熱帯産の蝶が名蝶として出現する例があるが、これは台風の風に乗って運ばれてくると言われる。植物の生殖において、風は大きな役割を果たしている。苔植物やシダ植物は胞子を風や水で移動させ増殖する。また、種子植物が花粉を媒介する方法としては、風媒が最も古く、 動物中立ちの登場後も霊体においては、単一樹種による樹林が多いことや媒介者となる動物の不足からかなりの樹木が風媒下となっている。タンポポなどのように風による種子散布を行うものもある。しかし、風そのものが生物に直接に危害を与えることがある。特に寒冷地や鉱山では風の影響が大きい。動物は、 体表に沿って体を包み込むようにまとった空気が熱を帯びて体温を保持しており風が吹くとその薄い空気を剥がしてしまう体温より低い風は体温を下げる働きをする体感温度はおおよそ風速1メートルごとに摂氏1度低くなると言われ低温ではさらにその影響が大きい鉱山の尾根筋などでは非常に強く風当たりがあるので 風によって生物群衆が規定される。そのような場所は風昇地と呼ばれ、そこに成立する群落を風昇群落という。そのような群落は普通性が低く、群落の上面には葉が密生した層を作り、そこから突出する枝葉はほとんどない。同様の森林は海岸の風あたりの強い場所にもあり、やや背は低いが見かけは似ている。この場合、 風がもたらす線分が低温と同様の効果を与えているものである。また、樹木が伸びられる場所であっても、尾根筋などの風の強い場所では、その枝が片方だけに伸びたものが見られることがある。これは、風下にだけ枝が伸びたことによる。風は土壌や地形そのものにも影響を及ぼす。風による土壌侵食は風食と呼ばれ、風により、 土壌表面の砂や土を吹き飛ばすものと、風によって飛ばされた砂の粒子が岩石を研磨するものの二つのタイプがある。砂漠地帯では特に風色が強く進み、酸化土石などの風色によるつぶても多く存在する。こうして浮遊した粒子は風によって運搬され、やがて堆積して風清掃と呼ばれる地層を形成する。風清掃は風によって飛ばされてきた粒子が、 形成するため微細な粒子のものが多く、火山灰や黄土、砂などによるものが多い。黄土高原や関東ローム層などが主な風清層である。風によって運搬される砂塵の量は膨大なもので、例えば、サハラ砂漠においては巻き上げられる砂塵の量は年間20億から30億トンにもなり、2月から4月にかけてはカリブ海や南アメリカ大陸に 6月から10月にかけては、フロリダ州などに降り注ぐ。同様に、東アジアにおいては春になると、ゴビ砂漠やオード地帯から巻き上げられた砂塵が、偏西風に乗り、朝鮮半島や日本に交差を降らせる。風車。伝統的なオランダの風車は有名。風力発電風を捉えて進む、ヨット住居へ吹き込む風を和らげる工夫として、池垣や石垣などがある。 風の強い海岸地域などでは、暴風林を設けて、地域的な暴風を行うこともある。また、冷たい強風ボーラが吹きつけるイタリアのトリエステでは、外での強風対策として、手すりやロープが多数設けられている。一方、気温が高い場合には、風をうまく利用して高温による悪影響を軽減する。人工的に風を発生させて、体温を下げる、扇風機や、うちは。 センスなどが代表的なものである。エアコンなどの空気調和設備では気温や湿度だけではなく風の制御も重要である。室内に風を取り込み空気の流れを作って効率よく換気することでよどんだ空気や病原菌などのリスクを下げることができる。風車は風のエネルギーを羽で受けて軸や歯車の機械的な回転へと変換するものであり、用水や 小麦粉などの製粉に用いられてきた。この原理は古くから知られており、950年頃にイランの東部において製粉用の垂直軸の風車が登場した。一方、おそらくこれとは独自に1150年頃にはヨーロッパにおいても水平軸の風車が現れた。この風車はオランダへと伝わって1407年頃に、 低湿地の排水に用いられるようになり、その後改良が進められて、ポルダーの干拓に威力を発揮した。エネルギーの使用量が増えてきた現代では、風力原動機を用いて、風力を利用する動きが活発化している。風力発電は、出力が小さく、大規模発電に向かないことや、定常的な利用が難しいなどの欠点があるものの、再生可能エネルギーの一つとして挙げられており、 主に地球温暖化防止の観点から利用が進められている。海上においては、風は何よりもまず移動手段に使用された。帆が風を受けて進む帆舟は、遥かな古代から海上交通の主役であり、すでにメソポタミア文明とインダス文明の間において、帆舟による海上交易は行われていた。一方、オセアニアにおいては、紀元前13世紀頃から、 ポリネシア人が、ブネ外洋航海によって、島々の植民を進め、6世紀頃には、ポリネシア東端のイースター島にまで植民している。ヨーロッパにおいても、ブネの改良が進み、15世紀に入ると、遠洋航海に適したキャラック船が開発されて、同時期の航海術の発展とともに15世紀末からの大航海時代へとつながっていった。その後も小舟は、発展を続け、 19世紀に入り蒸気船が出現しても、しばらくの間は蒸気船をしのぐ性能を誇り、1860年代には、クリッパーによって、小船の発展は頂点に達した。その後は、蒸気船の性能向上によって、小船は姿を消していったが、現在では順半船はほとんど使用されていないものの、ヨットなどの小型、スポーツ用船舶においては今なお使用されている。 風を使って、人はスポーツをしたり、遊んだりする。あまり一般的ではないが風を利用したスポーツを、ウィンドスポーツという。ウィンドスポーツには、セーリング、ウィンドサーフィン、カイトサーフィン、ハンググライダー、パラグライダー、スポーツカイト、タコ、ランドセーリング、アイスヨット、スノーカイト、カイトバギー、パラセーリング、気球などがある。 ウィンドスポーツは空を飛ぶものと海の上を進むものが多い。こうしたウィンドスポーツの器具は自前の推進力を持たず風を利用することで初めて行うことができる。熱気球は下からバーナーで空気を熱することによって浮揚することはできるが推進力を持たないために上昇と降下しかできず、そのため高度を調節して風を捕まえることで初めて水平方向に移動することができる。 ウィンドスポーツに含めることは少ないが、軽飛行機も風を利用した部分がある。超軽量動力機など、軽量のものはなおさらである。それ以外のスポーツにおいても、風は当然影響を与える。特に球技や投て種目は、風の影響を受けやすい。特に卓球やバドミントンは、風の影響が大きすぎるため、屋内で行われる。それ以外の種目では、 風にどう対処するかも技術のうちである。また、前半と後半でコートチェンジを行うのも、それに対しての公平性を求めての対処の意味が含まれる。陸上競技のうち短距離や跳躍競技においては、追い風が秒速2.0メートルを超える場合の記録は、追い風参考として別に扱われる。風による災害は、風害と総称される。 低気圧によるものが多いため水害と併発することも多く、まとめて風水害と呼ばれることがある。風害の最も大きな原因は低気圧による強風であり、中でも台風に代表される熱帯低気圧は非常に強い風を引き起こす。こうした強力な低気圧は海にも影響を及ぼし、海面の水上げによって高潮を引き起こす。海水面が高くなる高潮と異なり、 高波はその名の通り波が高くなることで低気圧による強風によって発生する。こうした高潮、高波は堤防や港湾の破壊、浸食、浸水、船の座礁を引き起こす。このほかダウンバーストや竜巻なども大きな被害をもたらす。竜巻は持続時間こそせいぜい1時間程度と短く、被害範囲も狭いが、 時速は 50km 程度と早い上風速は時速 400km にも達するため、進路上にある地域に甚大な被害を与える。竜巻の発生が特に多いのは北アメリカ大陸であるが、それ以外の世界各地でも発生している。寒冷地では冬季に吹雪が吹くことがあり、指定障害によって交通障害などを引き起こす。砂漠における砂嵐も同様に 指定障害や呼吸困難などをもたらす。また、東北地方の太平洋側で夏に北東から吹き込む山瀬のように風が冷気を呼び込んでその地方に低温と冷害をもたらすような場合もある。他の自然災害と同様、風害の発生が予測される場合、いくつかの国では政府が警報を発表し、警戒を促す。日本ではこの業務は気象庁が担当しており、 警戒水準によって、強風注意報、暴風警報、そして暴風特別警報の3段階が存在する。また、吹雪の場合は、風雪注意報と暴風雪警報が、高波の場合は、波浪注意報と警報が発令される。風神風は、自然現象の代表的なものの一つであり、伝承や信仰において深刻化されることがある。日本においては、風神が例である。 インド神話では、バーユが風の神であり、この影響を受けた仏教では、天部の一人として風天が存在する。ギリシア神話では、ボレアース、ノトス、ゼピュロス、エウロスが風の神である。日本各地で伝承として伝えられている現象として、かまいたちがある。ありがとうございます。